セックスピストルズはイングランド出身のパンクロックバンド。1970年代後半にロンドンで勃興したパンクニューウェーブムーブメントを代表する象徴的グループ。自国の王室、政府、大手企業などを攻撃した歌詞など反体制派のスタイルが特徴。また、活動期間は短命ながら、後世のミュージックシーンやファッション界にも多大な影響を与えた。 2006年、ロックの殿堂入り、ローリングストーン史選出、歴史上最も偉大な100組のアーティスト第60位。マネージャーを務めた、晩年のマルコム・マクラーレン1970年代、半ばのロックシーンは、ハードロックとプログレッシブロックが2大主流で、超絶技巧のギターテクニックや、初期の高価なシンセサイザーやスタジオ録音技術を駆使するスーパーバンドとロックファンの間には、 溝が生まれつつあった。当時、ロンドンのキングスロードで、セックスというブティックを経営していた、マルコム・マクラーレンは、店に出入りしていた不良少年のスティーブ・ジョーンズと、ポール・クックが結成した、アマチュアバンドに目をつけた。それに、積極的に介入し、当時、セックスの店員だったグレンマトロックと、オーディションで選んだジョニー・ロットンを加入させ、1975年11月に、 バンドの形を整えさせた。彼らは歌詞スタジオで練習を重ね、セックスピストルズという名前でライブデビューした。メンバー及びパンク仲間シンプルなロックンロール、反体制的な歌詞、斬新なファッション、メディアを意識したスキャンダルの乱発によりすぐに注目された。その後大手レーベルの EMI と契約し、シングル、アナーキーインザ・ユーケー、アイワナ・ビー、ミーをリリースするが、 出演したテレビで放送禁止用語を連発したことが問題となって契約を破棄され、結果としてバンドは巨額の違約金を手に入れた。その後 A&M レコードと契約したが、シングル、ゴッド、セーブザ・クイーン、わかってたまるかの発売直前に破棄され、またしてもバンドは巨額の違約金を手に入れた。最終的にバージンレコードと契約する。左、 新加入の指導1977年1977年にベーシストのグレン・マトロックがジョニー・ロットンとの不和などの理由で脱退。スティーブ・ジョーンズはインタビューでマトロックの脱退について彼は良い作曲家だったけどビートルズの影響が大きすぎた。彼はいつも足を洗っていてピストルズには見えなかったと語っている。後継ベーシストとして 古くからロットンと親しかったシドビシャスが採用された。このシドの加入でピストルズはよりスター性のあるバンドとなった。しかし、作曲面における功績が大きかったマトロックの脱退はバンドの将来に暗い影を落とすことになった。エリザベス女王在位25周年祝典の日にテムズ川のボートでゲリラライブを行い、英国国家と同盟の曲ゴッド、 セーブザクイーンを演奏し逮捕された。このプロモーションの成果は上々で、前衛シングルチャートで最高2位を記録したが、ジョニー・ロットンとポール・クックが右翼に襲われて重傷を負う事件が発生し、バンド活動はしばらく停滞した。ノルウェー公演1977年10月、唯一のオリジナルファーストアルバム、勝手に仕上がれを発売。このアルバムは、 ロキシー・ミュージック、ピンク・フロイド、ポール・マッカートニーなどを手掛けた音楽プロデューサー、クリスト・ーマスによってプロデュースされた。マルコムはアルバムの販売権をバージンレコードに独占させず、フランスの会社に一曲多いバンの制作を許可するなどの揺さぶりをかけた。アメリカでは大手のワーナー・ブラザースレコード、日本では当時バージンと提携していた日本コロンビアから発売された。 1978年、ワーナーの企画により、初のアメリカツアーを決行。保守的な傾向の強い南部からツアーを始めたが、サンフランシスコ、ウィンターランド公演後にもはや嫌気がさしていたジョニー・ロットンがバンドを脱退。急遽、アメリカツアーは中止され、実質上バンドの終演となった。脱退後のジョニー・ロットンは、本名のジョン・ライドンに戻し、自ら率いるニューウェーブ。 ポストパンクバンド、パブリック、イメージリミテッドを結成した。スティーブ・ジョーンズとポール・クックは、イギリスの大列車強盗犯人ロナルド・ビックズや、偽物の元ナチスのマルチン・ボルマンとコラボレーションを行い、おふざけ半分でピストルズを延命させられた後、活動は消滅した。マルコムは、嫌がるシドビシャスに、フランク・シナトラのマイウェイの替え歌をレコーディングさせ、 レコード発売も行っている。その後シドはアメリカツアーを行うが、宿泊していたホテルで恋人であったナンシー・スパンゲンを視察した容疑をかけられたまま、麻薬の大量摂取が原因で高い。結果的にマイウェイはシドの代表曲となった。これらの次期収録の音源がマルコム・マクラーレン主導で制作したピストルズドキュメンタリー映画ザ・グレート・ロックンロール・スウインドルの サウンドトラック版に使用された。1996年、俺たちには共通の目的ができた、それは金だ。と嘘吹き、オリジナルメンバーにより再結成。6月より、ワールドツアーを結行し、翌7月には、ライブアルバム、勝手に来上がれを発売。来日公演は、洋楽アーティストとしては、異例の1ヶ月間18公演を行っている。2001年、かつて、 マルコム・マクラーレン主導で制作したドキュメンタリー映画、ザ・グレート・ロックンロール・スー・インドルは、真実の内容とは、かけ離れているとして、旧メンバーガーが制作した、ピストルズドキュメンタリー映画、ノーフューチャーを公開した。2002年から2003年、夏に2回目の再結成。イギリスとアメリカでに公演を行い、翌年にも、アメリカツアーを実施。 再結成 UK ブリクストン公演2006年、ロックの電動入りを果たす。しかし2月24日の朝、以前からロックの電動を皮肉っていたジョニー・ロットンを筆頭に、彼らは自身の公式サイトに直筆メッセージを掲載。その内容は、セックスピストルズを除けば、ロックンロールもその電動入りも、小便のシみだ。と、冒頭から罵倒。 また一人当たり2万5千ドルもの参加費用に関しても論難し、最後にはこのクソみたいなケースに組み込まれねえのが本当のセックスピストルズってもんだからさと締めくくった。これに対して主催者は怒るどころか彼らは非凡なパンクスター。これこそがロックンロールとさえコメントしている。ロックの殿堂入りを蹴ったアーティストは史上初である。2007年。 11月に4回目の再結成を行い、ワールドツアーを展開。2008年、日本のロックフェス、サマーソニックに出演。以降、年内で、再び活動停止した。当時としては斬新かつシンプルなギターコード、イギリス政府、イギリス王室、EMI のような体制や権威をこきおろすかし、短い髪をツンツンに立てたり破れた服を安全ピンで止めるといった斬新なファッション。 メディアでのインタビューで、嫉妬、ファック、関東を連発するというスキャンダルにより注目された。ボーカルのジョニー・ロットンは、アナーキー・イン・ザ・ UK で、俺は、ハンキリスト者でアナーキストと叫び、破壊思想をルフするとして、ミゴから監視された。元ミゴ部員が後に証言したところによると、ミゴのテロリストやスパイの監視を行う部署に、1977年コンテンポラリーミュージック、 破壊活動分子というタイトルの追加、ファイル群があり、その膨大な書類はすべてピストルズに関するものだったという。しかし、ピストルズは左翼のみに支持されたわけではなく、ボディーズはイギリスの保守ソングのランキング10位内にランクインしている。安全ピンや髪をツンツンに立てるといったファッションはもともとリチャード・ヘルが行っていたものを マルコム・マクラーレンが取り入れたと言われているが、ジョン・ライドンの自伝では、ピストルズ加入以前から単発を緑色に染めたり、父親に買ってもらったスーツをカットして安全ピンで繋なぐなどしていたと記述されている。契約トラブル劇は、レーベルに所属するプログレッシブロックのミュージシャンたちの強硬な反対も大きく影響していたと言われる。最終的に契約したバージンでも、所属していた。 マイク・オールド・フィールドが最後まで契約に反対していたという、ありがとうございます。